私の友達の彼はですね、何回か YouTube 出てきてるんですけど、 LGBT の G の方なんですけれどもめっちゃイケメンやん。イケメン。どこがかっこいいですか？目やな。あ、目か。イメージしてるわ。よかったね、宇宙。今世は無理やけどな。今世は無理。今世は犬との人間やったもん。来世は犬と犬か人間で生まれて付き合う。愛されてる。喧嘩しないで。マジで渦離れへんの。すごいな。ずっとあそこにいるの。多分隠れ家やな。でも確かにドッグランで好きな女の子とか特におらん。男の子はマジでバトっとるけど。あ隠してもあかんで。めっちゃ見つめてくる。かわいい。ずるい男やな。すごいね。ちぃちゃん枕にされてる。賛成した。ちょっと待って、ちょっと大変なことになってる。でもさ、ほんまさ、昔から犬に好かれるよな。子供にも好かれるんやって。子供にも好かれる。とおじいちゃんおばあちゃん。おじいちゃんめっちゃ狭いとこ。結構さ、友達とか来るけど。そう、どんな感じ。ここまでじゃないで。そうなんだ。だいたい粒が人にベタベタするかな。そうなんだ。そうそうそう。すごい、これかわいい。宇宙よかったやん。いやいや、今頭めっちゃあるよ。驚き取り合ってる。取り合ってるやん。自分もやる。巻き込まれた。恋の白場や、これが。守り抜いたで、フィアンセは。かっこいい。めっちゃ眠そうね、もう。やっぱ最後粒が甘えるみたい。美味しいとこ取りやん、ちいちゃん。